フエルタ・デル・ソル・マヨール・広場マドリード、王宮大議員議事堂・エディフィシオ・エスパーニャ、コムニカ・シオネス・宮殿・セントロは、スペイン・マドリードの行政区。区名はスペイン語で、中心を意味し、マドリードの中心部にある区である。ID 番号順は1区となる。北を、チャンベリ、東を、サラマンカ、レティーロ、南をアルガンスエラ、西を、モンクロ・アイ・コール・アラバカの各区に囲まれている。 区内には以下の6地区があり、それぞれにコード番号がある。人口は2006年の調査において149,718人、そのうち42,868人が移民で、総人口の28.63%を占めている。最も人口が多い地区は約5万1000人が暮らすエンバハドレスである。 国内には63,622世帯があり、年間平均所得は12,393ユーロである。セントロはマドリードの中心にある、最も歴史の古い区である。固定された定住地としての歴史はアラブ人支配時代に遡る。旧世紀半ば、コルドバのエミール、ムハンマド一世は川のそばの丘に砦を築いた。 その場所は現在マドリード王宮が占めている。これは、クアダラマ山脈からの道を監視し、北のキリスト教国に対する侵略のスタート地点と、するためで、現在もこの時築かれた城壁の一部が残っている。この取り出沿いに、小さな集落が生まれた。この定住地はマグリート、または、マゼロットと呼ばれた。城壁を除けば、アラブ支配時代の建物は、 ごくわずかしか残っていない。マグリトがキリスト教国に奪還されたのは1085年だった。繁栄した低住地は1123年に町に昇格した。1561年、フェリペ2世がマドリードを首都に選んだ。この事実が都市の発展の起点となった。スペインハプスブルク家時代に建てられた建物は、 現在もセントロク内に多く残り、マドリードデロス・アウストリアスと名付けられた歴史地区となっている。啓蒙時代到来とともに、マドリードの面積は古い市街を越えて拡張された。しかし新たな建物は古い市街の中に建てられた。マドリード王宮やシベーレスの噴水はこの時代に作られている。ボルボンの朝の王たち、特にカルロス三世は、 パリを手本にして、マドリードを新たな、ヨーロッパの街の高みにある都市にしようとした。カルロス3世時代に、インフラストラクチャー、特に下水道と、公共施設へ大規模な投資が行われた。19世紀から20世紀には、民主主義の台頭と共に歩み、都市は成長し、飾り立てられ続けた。イサベル2世時代、プエルタデルソル近くに、 スペインイ武議事堂が建設された。1909年には、マドリードを象徴する、コムニカシオネス宮殿が完成した。現在、コムニカシオネス宮殿はビリア広場から移転してきた、マドリード市が庁舎として使用している。ありがとうございます。